はい、今回ですね、もう今をときめく最高の選手じゃないですか。世界ナンバーワンのボランチと言ってもいいんじゃないですか。ロドリですよ。なんかロドリゴ、ほんとこれな、エルナンデス?ロドリゴ・エルナンデスっていう名前やな。96年。でももうアラサーか。すごいよな、ボランチで190センチあるって世界最強よな。いやー、いいね。まあこの動画を配信する頃にはね、もうユーロの決勝も終わってると思うんですけども。この動画を撮ってる段階ではね、ベスト4に登ってる段階なんで。まあどうでしょう。フランスには勝てないかなって気はしてるけどね。でも動画見てんの初かな。どんなキャリアなんでしょうか。見てみましょう。ロドリーちゃんは、スペイン代表54キャップ。まあそれは重鎮やな、さすがに。さすがに重鎮っすな。ワールドカップも常に出まくってるよね。ワールドカップででも、この前のワールドカップが初めてやったのかな。ちょっとその前どうだったんでしょうか。見てみましょう。ワールドキャップは、この前のワールドカップが初やってね、2018年選ばれてないね。もともとはアトレティコのユースと、なんかアトレティコの記憶とかあんまないんやけどな。俺もシティの記憶しかない。で、ビジャレアルに、レンタルで行って、で、アトレティコに帰ってきて、でもすぐにシティに行ってんねんね。なんかスペインでの活躍ってのは意外とそんなに、じゃないのかな、よくわかんない。記憶ないもんね。プロ通算430試合。そうね、ラリーがだから少ないよね、出てんの。チャンピオンズリーグ56試合っておかしいやろ。プレミア172、そうやな、最多出場というか、一番出てんのが、シティだよね、やっぱな。まあでも全て勝ち取ったよね。あとワールドカップと、その、いわゆる代表のタイトルぐらいだよね。いや、このカードどうだろう。1億円ぐらいに跳ね上がるんじゃない？